赤坂コーチングの西村です。本日はこちらの本のご紹介です。じゃん、ラグビー日本代表を変えた心の鍛え方です。荒木香織さんの本です。荒木香織さんは海外で心理学を学ばれた方です。なので今は兵庫県の大学の准教授さんです。テレビによく出てらっしゃったので見た方多いかと思います。五郎丸選手のルーティーンってやったでしょ、こう拝むようなポーズとって、で何本もゴール決めたのですごく有名になりましたよね。このルーティーンっていうのをこの荒木コーチ一緒に五郎丸選手と考えられたんですね。まあ荒木コーチあってのルーティーンって感じなんですけど、面白かったのはこの本読んでて、プレパフォーマンスルーティーンっていうのはキックに集中するために行うって思われがちですけど、そうじゃなくって、あのプレパフォーマンスルーティーンそのものに集中するんですって。まああのルーティーンって験担ぎじゃないんですね。スポーツ心理学の研究で結果が出るって分かってるんでやりましたって書いてありました。私コーチングの解説してますけど、それと本当に同じ内容が、でもこの本いいのは実際のその選手のあの実例でこう言えるこう言えるっていうのをあの短く説明してあることですよ。生のコーチングの姿って知るために、まあラグビー好きの方ぜひ読んでみてください。メンタルはスキルだって言い切ってるのが小気味いい日本を代表するコーチの方による本でした。